アンドロイド、ドラえもん、モモンガ、画面、ペンダイゴ、ゴッコッコミ、ゴビンゴ、ミンゴゴビンゴ、意味わかんねんだよ。いや正直全部綺麗に言えると思ってた。でも思いの方が早くてさ、全然言えないねあれ。さあ本編入っていきましょう。どうもゴミンゴです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。不況のトロールコース、オーノーかっこトロールということで、このコースね2021年2月4日に投稿されてるんだけど、なんでか週間ランキングにあったんだよね。で意外とハートの数も多いさ、ちょっと気になってダウンロードしてみました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.94%。 いやマジでやってみて、あのオープニングのコース、あんなに早くしりとりできる方いたらマジで天才だよ。さあここはゲットインピット、あっ開幕バレー、もう行っちゃおう行っちゃおう、すぐにドアに入っちゃおう。このコースは何かを考えさせてくれる時間がないのかもしんない。なんだお前は、右に行けばブロックが壊れるんじゃないのか、上はバナだ。いやそうなってくると上が気になるんだよな。この性格はどうにかしてほしい。見てるみんなもね気になると。まあ今の魚は脳幹だよ、わざと引っかかりに行ったようなもんだからね。そしてここは左は何もないのか。であのドアがあるじゃん、絶対裏にバーがあると思うんだよな。だから大ジャンプして渡っていく。で上のキノコもすごく怪しい。でもさあそこキノコが入ってるとかそういうパターンなんじゃないの。うんばびゃっぴゅんばばびゅーばびゃーしょんばぽぴーぱぴんぽぱーんぱぽぴーぱぽぺー。僕さなんか保育園の頃パポっていうあだ名があったんだけど、ちょっと謎すぎない？お前の行動が謎だよ。もう余計なことはするなピヨキング、ここはジャンプしないで扉に入っていけばいい、そんだけなんだ。ゴールがあるじゃねえか、絶対ゴールさせてくれないの分かってる、隠しブロックがあるんだろ。魚が出てくるなんて聞いてないよ。ここさ隠しブロックを叩いておかなきゃゴールができないとかありそうじゃない、最終的にそうしないと下に落ちてきちゃうみたいな。ここは2分の1っぽいな、右側あっちだ。ちょっとは考えさせてくれる時間くれよ。じゃあ左から行こうか。あどっちでもいいんだね、絶対外したと思った。そしてここの B スイッチ絶対に叩いたらいけないと思う、あのブロックは変わらないとかそういうことなんじゃないのか。いやでも気になってしょうがない、ちょっと叩いてみる、どうなる。だろうね、みんな勘違いしないでね、わざと引っかかりに行ってるわけじゃないから、あの B スイッチを押すことが正解っていうこともありえるからな。じゃあここは左は乗っていい、真ん中も乗っていい、右はとりあえず置いておこう、真ん中の扉に入ってみようか。そしたらおーノーでなんかおー後ろって書いてたね。うんシンプルでいいね。じゃあここさ一番右音符ブロックなんじゃない、真ん中と左が乗れるってことは一番右がめちゃめちゃ怪しい。でこの音符ブロック叩いてみようか。そしたらボムヘイが出てきて、あの P スイッチのところ行くと思うんだけど、あ P スイッチ押せばいいのかな、あれ押せんくね。あはは、なるほどこの鍵を取る。なんだお前だ、何だったんだこの時間は、完全に無意味だよね。まあもしかしたら鍵は取れるかもしんないから、一旦ここの隠しブロックを叩いて魚を避けようか。そうしてこの忍者が出てくるけど、成敗されたでござるよ、さっきはどうもありがとう、それで満足か。じゃあここはもう意味ないんで先に進みましょう。で中間ポイントが見えるけど、上と下どっち行く、完全に1/2、下だ、怪しい、だってここバーがあるもんね、ほらピンポンだって。ここで中、ふざけるな、上なの、右下のピンポンはなんだ、じゃあ普通にいける。なんか腹立つ、普通に上行って取れたんだね。でここのピンはしていいのか、次はしていいのか、頼むピンスイッチ。みんな見てて、このピンスイッチの罠絶対あと1回は出てくると思うんだよな。でその時は絶対正解だと思う、うせ、あここ右だ、うん、左左左怪しくな、こっちこっちがする。ハハ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 、このコース完全に人をバカにしてきてるわ、豚は引っ込んでる。いや面白いこのコースは、マジで神コースの予感がしてきたわ。人をバカにすればするほどトロールコースってね面白いような気がする、引っかかってる方もね笑いが出ちゃうんだよな。ねえ面白いね。よしここでスターが切れるのを待っておいて扉に入っていこうか。で花ちゃん踏めるんだけど、この上の扉は、あー何もない感じか、隠しブロックもなさそうだもんね。で砲台移動してくれるんじゃないのか、一旦右に渡っていこう。そしてオンオフをして僕は何もしない。ダメですわー。
そういやさ、最近こんなコメントもらったんだけど、僕が何もしないって言った時のキル率が 90% 超えみたいな。だから何かしたらいいんじゃない。だからここは B スイッチ押して何もしないって言いたいんだけど、 B スイッチってすぐ右、結局ダメじゃねえかー。ペペ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 ペ酸欠になりそう。あれ何回もしたらマジで酸欠になりそう。じゃあピンスイッチ押して僕は何もしない。オッケーオッケー。そしてオンオフをして、いや一旦ハテナブロック叩いてみる。これすごく怪しい。キノコ、このキノコは取っていいのかい。僕は今何もしないよ。何もしないのが正解っていうことだったね。それじゃあこの扉に入っていこうか。戻されたよ、僕戻されちゃった。次は何もしないでいいんじゃないのか。何もしない僕はでここは何もする、右に行く。うおマジ合ってる。でこれは、いやーここすごいな。さっきと同じ場面を全く一緒に作ってるんだろうな。これは騙されるよね。じゃあここはウィン、ハテナ。いや終わりじゃないでしょ。分かってる分かってる。まだチェックポイント2取ってないもんな。でも少しだけ期待してる自分がいる。頼むゴールして。まあこんなことだろうと思ってた。豚はいいんだよ、もう引っ込んでろって。じゃあこのドア穴にこっから先に進めると思ったけど、チェックポイント2は、え、こっからどうする。え、死にたいっけここで。え、他に進むべき道とかあったっけ。あ、右下のボム兵だ。あ、やっぱりね、あのボム兵の場所が次の進むべき道なんじゃない。多分そうだと思うんですけど、先に何もないよ。左下に行けってことかな。あのブラパの左下に行けば何があるのかな。じゃあここで一旦早くチビになって。もうじゃあ落ちてる。さっきからこの丸々さ、チビにきついんだよこの耐久。 OK 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 OK。 このまま上に入れさせて、あの針にキュッしかもさ、これちょうどよくさ、あそこでジャンプしてこの針に当たらなきゃいけないから結構きついんだよな。ちょっと待ってね、もう本気で行く。ちょっと待って、マジで無言になるわ。こっからジャンプ、オッケー来た。チビになった今だったらあの左下に簡単に行けるね。そしたらなんかあるんじゃないのかな。ちょっと待って、まるまる落ち着いて。そしてこの左下行けばこのブラパに当たらないようにしようか。あれ、なんもないね。え、じゃあどこ進むんだろう。もうそういうのはやめろって。あ、まあ、ちょっと待って待って、もしかしてさ、左にハテナマークがあるじゃん。そこの針の下に四角い枠があると思うんだけど、そこを叩けってことなんじゃない。さっきのウィンのところもうちょっと待って、ここぶつけけ、ここでうっしゃー、ここだ。このハテナの下の場所にアイテムがある。あ、やっぱりね、キノコ様が出てきてくれんのか。でこのキノコ様を取ってこのブロックを壊して先に進めばチェックポイント2があるっていうことなんじゃない。姿を現せ、チェックポイントよ。レールはまずいって。出てこいのまずいって。オンオフしたらさ、急に右に連れて行かれるとかそういうことなんじゃないの。チェックポイント様、頼む取らせて。いやもうチェックポイント取ったから。いやー、なんでそうなるの。チェックポイント2を取ってチェックポイント1に戻す最速のコースなんじゃない、ここってさ。じゃあ右に行かんように気をつけようか。そしてここでキノコを取って先に進む。でここはしゃがんでいけるのかい、しゃがんでいけるのかい、しゃがんでいけるのかい。カチャカチャするな。じゃあここはキノコ取るなってことか。こんなところにキノコ設置したら絶対に取ってしまうよな。そしてここのブラパは近づいてもやられないというから、ここのパウをする。あ、わからない。ここの生き方がまだ全然わかってない。だがやれることは全部やる。この上隠しブロックがあったよね。左はあんのか。左もあるね。それではここは近くに行ってもブラパがやられないということは、上に隠しブロックがある、そういうことだ。ないよ、あとやれることのなれば一つだけだ。この針地帯を渡っていく。渡れるのかいマリー。わかるわけねえだろ、そんなところに足場があるなんて。じゃあオンオフをした瞬間すぐこの土管に入っていく。こうしないと絶対あの土管から出てきたよ何かが。じゃあここはオープンブロックを渡っていく。そしたら綺麗なお花畑。もう渡っちゃおうか。上の陸地に行かないでそのまま右ダッシュして行ってみる。これでいいんじゃない。なんか左オープンブロックの中からボム兵が出てこなかった。一旦右行ってみようか。この人は何だろうね。バネかパウか、なんかオアバネパウって書いてるね。もちろんバネを信用するに決まってるじゃないか。僕と君はいつも友達だよ。
どっちもダメじゃねえか。いやこれさ、持った瞬間右でいけないかな。いやなんかいけそうにないな。下からは、下から持って右一緒に行こうじゃないか、バネ。道釣りにしてないよ。あ主が君かい。これさ、やられるためにこのバネ持っていくのめちゃめちゃ難しい。もう持っていかないでよくない？次から持っていくのやめるわ。じゃあここは一番左で魚が出てきた。そっから右か左どっちか逃げればよかったんだけど、とりあえず左行ってみる。さっき右行ったような気がする。 OKOKOK でこのまま上に進んでいく。そしてハテナブロック叩いていいのかい。ブラパが出るとかそんなことはないよな。ナイス。ここハテナブロック、隠しブロックあったんじゃない？ブラパが出てくるとかさ。さあ次はなんか難しそうだぞ。一旦ここオンオフする感じでしょ。オンオフして、危ないな魚。またどっかに落ちてくるんじゃないの？どこに逃げようか。たたった瞬間一番左行こうか。二度かわしはでかすぎる。そしてここはなんかピンポン言われたけど、もしかしてこのハテナブロック叩いたらいけなかったんじゃない？多分そういうことだよ。ここの罠は一個も引っかからなかったね。そして次はピースイッチを押していい。やばって、押すこれ絶対引っかかると思うけど、押してみる。次は頼む、信用するぞピン。おっかしゃしゃ、このままゴール進んでくれるんじゃない？バネと共にゴールをしたいと思います。僕はお願いします、神様。このブタ野郎が！ていうかさ、最後相当罠回避してんじゃない？どんくらいの罠があったか忘れたけどさ。じゃあここは上から行けっていうことだったのね。次こそちゃんと一緒にゴールしようね、バネ。じゃあここは上に行って、上からゴールできるんだよな、頼む。やったバネのお母さん、僕子供をちゃんと連れてきたよここまで。いやすごく楽しい騙しコースだったね。難易度がめちゃめちゃちょうどいい。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオ出るというこのコース。説明文に雲があるせいで壁キックがなかなか出ないっちゅう話、たまにスピランとかであっていつも壁キック出ないと思ったらやはり簡単には出ないんじゃなって書いてるから、おそらく雲の上で壁キックしてゴールポールに捕まれっていうコースなんじゃないかな。で雲があるせいで壁キックが出ないみたいな。いやそれは初めて聞いたね。クリア率から見てもなかなかできないんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.9%。 サムネだけ見たらめちゃめちゃ簡単そうなんだけどね。あ、やっぱり一回地面から離れたら着地しないでゴールね。ってことはやっぱり壁キックしてゴールポールに捕まるだけか。とりあえず普通にやってってみていいかな。あ、左の方で壁キックしてジャンプするみたいな。いやふざけてないからね。マジで出ないの？え、なんで出ないんだろうね。なんか秘訣みたいなあんのかな、簡単に壁キックができますよみたいな。もう一回ちょっとやってってみていいかな。いやマジで無理なんだよね。もう A 連打してるんだけど。あー今ちょっとなったね。なんか壁釣りした瞬間壁キックができるのか。ってことは壁釣りをどうにかしてしなきゃいけない。どうやってするんだろう全然壁ズリズリしてくれてなくない？このマリーがさ。ちょっと壁釣りをどうするか探していくわ。ちなみに僕ね、今までずっとこれ左向きで壁キックしてたんだけど、この右向きにしてみる。右向きで左の方の壁にジャンプしてそっから壁キックしてみる。うわ無理か。じゃあ右向きでも左向きでもどっちでもいいんだろうな。ってことは壁キックする場所が大事になってくるんじゃない？ってことでマリオの頭が雲の下のところで行ったところで壁キック、そしてもう一回壁キックしてみる。わかったよ。ならちょんちょんだ、ちょんちょん以外にないよ。連打で行ってみよう。壁キックをしないで壁の方向全入力しておくね。それで壁釣りしてくれるかな。あ、してくれるんだね。え、でも違いがわかんねえな。壁キックをしようとしたらさ、壁釣りしないけど、しなかったら壁釣りするみたいな。なんかあるんだよ絶対壁釣りする方法が。あ、はい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 、わかったかもしれん。多分だけど A ボタン押しっぱしてたら壁釣りしたっぽいんだよね。だから A ボタン押しっぱして壁釣りした瞬間に壁キック、そんでくるんしてあのゴールポールに捕まるんだよきっと。ちょっと見ててね。多分それでゴールできるんじゃないかな。うわ惜しい。でも今みたいな感じだと思うんだよね。なるほどな、そういうからくりがあったのか。まだまだ知らんことが多いなマリメって。次で絶対ゴールしてみせるよ、見てて。いやーしゃーいや、やり方さえ分かればそんなに難しくないコースだったね。これは知ってた方少ないんじゃないかな。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。